こんにちは、丘の上のみぽりんです。ゴールデンウィーク企画第2弾はまず藤枝からスタートです。最初の目的地はお蕎麦屋八兵衛さん。しかし11時半前に着いたのですが、パッと見て10組は並んでいたので残念。そうか、今日はゴールデンウィークに加えて富士祭りの日なんだ。ちょっと次の候補のお店も入れるか怪しいな。その候補とは大正亭さんです。ちなみに先ほどの八兵衛さんも視聴者様に教えていただきました。しかしこちらも激混みで断念。とりあえず蓮華寺池公園へ向かいます。思ったより混んでいません。富士祭り、富士が楽しみ。しかしお腹が減って力が出ない。顔濡れアンパンマンモードの長女。早くランチにしようということで、私のお気に入りのお店、公園から徒歩2分、ビーガンランチがいただけるトイトーさんへ来ました。お邪魔します。こちらは食事もできますが、オーガニックや無添加の商品を取り扱っていらっしゃいます。藤枝ってこういったオーガニックなお店がたくさんある気がします。調べてみると藤枝市は県内で初めて令和5年2月にオーガニックビレッジ宣言をされたそう。給食もオーガニックをいち早く取り入れているらしく、食育が進んでいますね。こちらには乾麺や調味料、スパイスが並んでいます。こちらはナッツやパンが置いてあり、その他にも石鹸、洗剤等、地球に優しいものが置いてありますよ。こんな感じで好きなものを購入できます。何を食べるかわからない次女のためにオーガニックなクッキーを購入。こちらの建物自体はニシカといって、この建物の中に器のセレクトショップやセルフケアサロン、低糖質おやつのお店が入っています。娘2人がママモードで膝に乗られてしまった。これじゃあママご飯食べれないやん。パパが一生懸命子供を誘いますが、効果なし。さあお待ちかねの何時が来ました。ちゃんと席に座って気合が入る長女。じゃーん、野菜たっぷりの素敵なプレートです。いただきます。次女が早速手に取ったパンは浜松のラトリエ店舗さんの自家製酵母で発酵され、低温で長時間熟成されたパンです。小麦の持つ旨味が味わい深いです。しかし全てのお料理が体に染み渡ります。こちらのデリのテーマとして、シンプル、オーガニック、腹8分目、何より砂糖不使用なんです。物足りないと思いきや素材の美味しさが引き立って、とても味わい深いです。体が本当に求めている栄養が入ってくるので、とても満たされます。ごちそうさまでした。テラスもくつろげますよ。さあ栄養をチャージしたので元気に遊ぼう。綺麗な富士も楽しみだ。富士終わってる。5月の上旬じゃ遅かったのか。リクエストしてくださった視聴者様、ごめんなさい。代わりに優雅に空を泳ぐ鯉のぼりの姿をご覧ください。すごく立派な鯉のぼりたちですね。富士は来年リベンジします。途中300円でお茶体験ができたので、ちょっと一休憩。お茶受けのおまんじゅうの富士がかわいい。地元の学生さんがお茶を渡してくれました。
すごく綺麗な緑色です。結構なお手前でした。娘が緑のレーモンカッカみたいになってる。子供はお抹茶が苦手なイメージですが、長女はガンガン飲んでいます。作法なんて何もできてないけど美味しかったね。娘に誘われ足つぼウォークをやってみたら、いてて激痛。次女の11キロが加わって、刺激量が尋常じゃないです。お祭り感がありますね。雪祭り限定の富士アイス買ってみよう。材料に富士は入っていませんでした。はい、どうぞ。お味はどう？パパもどうぞ。コーヒー以外のレポがいまいちな夫。富士のために合わせた紫の服がやっと意味をなしました。うん、バニラ。レンゲジ池公園名物のロングスライダー。夫撮影の GoPro の動画はこちら。やったー、リラックス。あっちあっち沈んない。あった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 。とにかく暑いらしいです。また富士のために4月中旬には絶対来ます。さて、一度家に帰って休憩します。今日もご苦労様。さて、夕ご飯を食べに行きます。夜の外食はめったにしないのですが、ゴールデンウィークだから特別。お店は昼間混んでて行けなかった八兵衛静岡店さんです。静岡店があるとはこの日初めて知りました。わ、すごい趣があるお店です。蕎麦を打っている姿が拝見できます。それではお邪魔します。のれんをくぐるのってなんかワクワクしちゃう。入店したのは17時過ぎですが、カウンター以外はほぼ埋まってます。すごく人気なんですね。視聴者様、情報ありがとうございます。こちらがお品書きです。温かいお蕎麦も美味しそう。でもやっぱりせいろは絶対。大人は鴨汁せいろにします。あと蕎麦がきしるこを一つ。嬉しい、紙エプロンがあります。わー、すりおろしわさびだ。いやー、これぞ静岡ですね。薬味は左から玉藻塩、黒七味、七味です。素敵。お蕎麦たちが次々やってきました。お、美味しそう。鴨汁せいろの漬け汁もそそりますね。薬味陣も最強です。それではいただきます。まずはシンプルにお蕎麦から。コシがあって美味しい。続いて鴨汁せいろ。これは汁が超絶美味です。鴨の旨味と胡椒の香りが最高です。タケノコが分厚い。でも柔らかい。日朝前に食べる長女、我が子ながら渋い。かぼちゃも大きい。美味しすぎてみんな黙々と食べてます。ごちそうさまでした。食後のお楽しみ、そば湯割り。くー、最高です。そしてお待ちかねのデザート。湯気がエモー。これ絶対美味しいお茶だ。いただきます。もちもちで美味しい。というかめちゃくちゃ美味しい。小豆の香りと上品な甘さがたまりません。人生の中でナンバーワンです。熱々なのでお気をつけて。どうどう？だよねー。
が溶ける美味しさです。庭園も素晴らしく、雰囲気もお味も最高の店でした。そばを打つ姿素敵、ついつい見ちゃうよね。機械が動いてる様子も見れました。面白い。いやお腹いっぱい。ちょっとお腹を落ち着かせるためにお散歩しに行きます。場所は日本平頂上。真っ暗になる前の頂上もとっても好きです。静岡市に住めばこんな贅沢な夜散歩ができますよ。毎週土曜日だけは夢テラスが21時まで開いています。どうでしょうか、この夜景と富士山のコラボレーション。沼津の方の夜景も見えます。本当に綺麗です。空のグラデーションが素敵。静岡市街の夜景もバッチリです。富士山のオーラがすごい。真っ暗になってからの夢テラスからの夜景がこちら。皆さんもぜひご自身の目で見に来てください。ちなみにこの日かかった金額がこちらです。ほぼ食費。第2弾いかがでしたでしょうか。第3弾で最後になりますので、どうぞお楽しみに。